ちらこんばんは、ゲーム道具でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションプロジェクトを始めていきたいと思います。ということでやってみますか。今回はですね、引き続き練習試合、鍛えていきましょう。スカリア7戦もう軽いレベルで来てんな。おお、外してしまった。選手点さつきからユーナ、基本に忠実な点数でした。まあ相手も控え出してきてるのか、それほど動きよくないけどね。お、すごい。その後が甘かった。だが、エリカが再度攻めていく。これを取ってよくないですね。試合終了です。
そしてピン、これはセーフなのか。今は危なかったですね。さあピンチは続きます。これは夏木がキャッチ、あ、夏木なんですね。キーパーチェンジしなかった。ゴール前、うまく呼吸が合わない。まあ、控え選手いない方がいいかもしれないですね。多分リズムが合わないっていうか。お、いいですね。何これ、あ、チャンス。強引にねじ込みました。先取点です。あ、点取られましたね。強引に押された感じ。桜、強引に押されてましたね。なやです。さあ課題いただいております。相手はまだまだ元気だな。ほっぷ、取られてしまう。のインターセプトはちょっと気になる。結構反則ギリギリのプレー多いですね。ミオが上がっていって、あーっと届かない。このコンビネーションしっかり決めてほしい。
練習試合をすればデビュー戦ですね。というわけで、今の選手で A がだいぶ増えてきましたね。いつもハート以外3つあります。でもクルミがなんか S ついてないな、うん、緑の方がいいかもしれないっていうか、ということで全体的に強化が図られたブランカリバーズです。クルミです。ということで、今年はいいとこにやしたいですね。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。カルチョビットアの動画プレイリストございます。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画、またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。